木船神社は愛知県名古屋市名東区一社三丁目十四番地に存在する神社。法人格の名称は宗教法人寄船社。木船神社、寄船社という表記も用いられる。この項目では名古屋市名東区一社三丁目に存在する木船神社について解説する。同じく名古屋市名東区内の木船に存在する木船神社やかつて 名東区上社に存在した貴船神社とは異なる。名古屋市名東区内には、現在、貴船神社という名称の神社が本項目を含めて二つ存在する。一方は、本項目で解説する名東区一社に存在する貴船神社で、他方は名東区貴船に存在する犠船社である。なお一社に存在するものを、木船神社、木船に存在するものを、 奇船者と表記されるが、正式にはどちらも奇船者である。かつては、上屋代村にも、貴船神社があったが、1909年に、日吉神社に合祀された。本項目で解説する、貴船神社の東側には、上倉寺が併設されている。この周辺の地域では、矢代の伝説という伝説が伝わっており、それに由来する、矢白神社が、 現在の貴船一社上社にある貴船神社の前身とされる。境内には区画整理により現在の内越交差点付近に開墾記念碑とともに祀られていたコンピラグが移設されている。前述の通り、この周辺にある貴船神社の前身は矢代の伝説による矢代神社と言われ、社村の守り神として祀られていた。その後、社村が一式村、 神谷城村、下社村の三村に分かれた際に、や白神社も三つに分けられたとされ、それらが後に、現在の名東区に、複数存在する、木船神社となったと考えられる。本項目で解説している、木船神社の周辺は、社村のうち、一式村であり、一式村の木船神社は三村に創建された神社の、うち最も新しいと考えられる。 現在の貴船神社に併設されている上倉寺の東側には一式城を建てられていたように16世紀には柴田勝重や柴田勝家の勢力の下にあった。一式村、下社村、上社村に関しては、名東区歴史の項目を参照。1670年代前半に貴船神社は創建されたと考えられるが、 創建された年代を明確には特定できない。チョタカ村氏によると、柴田勝家の領地の川には、橋がなく、勝家の定めによって作られたられた船橋で、通行していた。船橋というのは、川に船を並べてつなぎ、その上に板を渡した仮の橋を言う。その尊い船を神の名にしたというのが、木船の名の由来と紹介されている。基本的に無人の神社だが、 月例祭のある毎月1日と15日は午前10時頃まで社務所が開かれる。タカ高村氏は、貴船神社の祭神を、神神としているが、タカ高村氏は、祭神妄像としている。なお1952年の宗教法人設立の、祭の規則承認申請書には祭神を、水はめの人として届け出ている。AB 山と武の父親である、慶公天皇の時代に、竹内すくねがこの辺りに立ち寄った。その時水不足で作物が育たずに困っていた村を見た。竹内すくねは、白鷹の羽で作った矢を村人に与え、水の神である水羽の陣を祀るように言った。村人がそれに従ったところ雨が降り水不足は解消された。白い羽の矢を祀った者は、 ヤシロ社と呼ばれるようになり、後にヤジロから社に転じ、ヤシロ社を境に北を神やし南を下社というようになった。という伝説。ABC、や白神社というものが実際に存在していたかどうかや、どこに存在していたかなどは不明である。前述の通り、神やし村に存在した、木船神社は、日吉神社に合祀された。 そのうち、下社村に1662年に創建されたのが、現在の名東区木船に存在する、寄船社上屋城村に創建されたのが、日吉神社と合祀された、木船神社。本項目で解説しているのはそのうち、一式村に創建された、木船神社である。一式城は、現在の上倉寺の東側、グランドメゾン一社レジデンスシティ付近に存在した。 なお、一式城跡の石碑が、上倉寺境台にある。ありがとうございます。